ということでやっていきましょうか。バイオハザード4実況の続きでございまーす。いや、もうだいぶしんどくなってきました。そして終盤近づいてきました。でね、ちょっとね、買い物しました。ついに私、マシンピストル買い戻しました。まあ今まで使わなかったからね、弾も結構もう300発近く余ってたので、購入したのと強化しました。で、マグナム、相談数増やして、またな、魔法の力で弾がね、増えました。はぁ、オラトナス、マジかよ。これ上取っちゃおう。来いよ。これマシン、一発、ちょん打ちしちゃった。オッケー、とりあえず一体。もう一体はショットガンで吹っ飛ばす。オッケー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 。ああ、マジか。結局、カタカタの敵が出てくるんだったら、マシンピストル意味ねえんだよな。やばい、アシュリー。いや、敵多いな。いいことすんなお前。ああ、いいのかなこの戦い方で。いやでもさ、ヘッド打ちからのキックが多分一番ね、弾の消費は抑えられるんだけど、ちょっとこっち調べてみるか。え、2個いける。こっちはでもどうなんだろう。あ、ここ行きたいけど鍵かかってるから、こっちから行かなきゃいけないんかね。あれ、帰ってきた。え？大丈夫？ここいて。あいついるんじゃない？大丈夫かな？戻ってきたはいいけど、これどうすんだろうな。こっちから来たんだもんね、今ね。上登っていくんかな。上登って何か、カードキーかなんか必要なんかな。ちょ、あなた邪魔よ。いや、ごめん、本当にね、確か前回ここからは記憶がちょっと戻っているぞ、みたいなこと言ってたかもしんないんだけど、曖昧ミーマインすぎるかもしれん、もしかしたら。レッドハーブゲッチュ？マグナムの弾ゲッチュ？弾だけ？なんてことある？こっち戻ってきたの。いや、さすがにそれないよな。あじゃ？あじゃ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 ？え、だけなんかな？え、じゃあ、向こう行くしかないってこと？でも鍵かかってたもんな、マーク的にはね。もしかしたらあれ触ってフラグを立てなきゃいけないのかもしれないから、そうね、一旦戻って、だね、こっから右にこっち戻る必要ないもんね。聞かないよな。一旦戻ってみるか。こっちで何かできるのかもわかんないけど、行きましょうか。ゴー。で、ここなんだけど、開くんかい。なんだよ。いや、じゃあ、でも行ってよかった。マグナムの弾拾えたもん。あ、一旦レオンが実験体になるってことね。オッケー。これ、あれだね。さっきルイスのメモに書いてあったけど。あ、いるね。くっついてるわ。レーザーかなんかで照射してやるんだけど、こいつがもう神経に張り付いてたら終わりってことね。大丈夫これだって、レオもだいぶもう侵食終わったっしょ。いや、きつそう。電撃を流してるってことだよね多分。あ、死んだ。
How are you feeling? Like a million bucks. ああ、よかった。All right. Guess I'm up. そうね。え？あ、ちょっと、大丈夫これ。大丈夫これ。見ようによっちゃ。大丈夫？いや、健全ですから。バイオハザードはね、健全ですから。健全も何もないけどね。一応規制かかってますからね。あ、怖かった。なんだかんだね、強がっててもね、この女はね、まだガキンチョだからな。じゃあ、二人ともこれで無事にプラーガは摘出することができましたから、いよいよここから脱出に入りますね。じゃあ、一旦セーブします。さあ、いよいよ脱出パートに入るのかな？どうなのかな？ここに物資はなさそう。もうさす、操作する。よし。なんとか間に合ったな。そうだな。よかったぜ。無事間に合ってな。でもここさ、すごい重要な施設なのにさ、警備すっごいザラザラじゃ、ザラザラじゃないですか。ガラガラじゃない。教団の最終目的。合衆国の権力は議会や司法省、各行政機関に軍、そして民間の巨大企業などいろいろな組織の間に複雑に絡み合っている。そこに我が教団の力を浸透させるには権力の要である大統領を中心に権力者たちを効率よく支配する必要がある。この時に問題となるのは完全に権力を、掌握する途中で計画がバレた場合だが、ん？その時は合衆国崩壊。やば！こいつ言ってること、今の合衆国の力をそのまま利用すれば楽に世界をコントロールできるのだが、無理な場合は仕方がない。だからこれ合衆国の、トップだから、大統領をもうプラーガとかにつけて自分たちで操作できるようにしまえば、もう現状アメリカ自体をもう乗っ取ることができるし、そっから世界にも羽ばたくことができるってことでしょ。えぐいな。それまでに支配した人間を使って誰が規制されているかわからぬ疑心暗鬼の状態を煽れば民衆国家など簡単に潰れるであろう。まあそうだね、独裁と違ってこれが民衆の怖さだよね。そして合衆国崩壊の混乱に乗じれば我が教団は世界の直接支配も可能となる。どちらにせよ我が教団が世界の頂点に立つのは誰にも止められ。まあアメリカは確かにな、武力的に考えてもすんごいトップに立ってるところではあるから。しかも特にね、このバイオハザード4が発売された時なんかアメリカは半端なかったからね。セーブして、一旦セーブしよっかな。でお金はほぼ貯まってないからそのまま行っちゃうか。あ、ロケラン確か買ったんだ。そうだ、ロケランあるんだ。我らがロケラン先輩もいるからね。困った時は使いましょう。これでいいかな。回復薬だいぶ、貯蓄できました。ロケランとマグナムの弾があるからいけそうな気はするけど、まあ、細かい敵来た時は困るよね。Something's not right. 様子が変だ。 Ashley, you stay here. あ、ボスだ。アシュリーを置いてく。あ、ボスだ。弾大丈夫。エイダ、これ早急にさ、あの縄だけ打ってエイダ落とそう。サドラー、これラスボスっぽくないか。今回ラスボス回だ。効かねえな、無駄だ。サドラー、あのナイフめっちゃかっけえな。レオンってスコールっぽいよな、ファイナルファンタジーのね。クールさもあるし。何がおかしい。君もわかっているだろう。今やアメリカ人が勝つだろうというのは、映画の中だけのクリスチャンなのだよ。ケネディ君、私は君が気に入った。褒美として君の幻想に、チャーシューを振ってあげようかね。はーん、キモい。弱点明らか。エイダ、下がってろ。いや、手伝って、エイダ。あ、キモい。けど、こういうクリーチャーはなぜか知らないけど、俺はものすごく大好きだ。さあ、
サドラー戦でございます。フォルム的にはサソリがモチーフなのかな。緊急事態発生、エレベーターを封鎖します。これで戻ることができなくなりました。戻ってね、アシュになすりつけてやろうかとも思いましたけど、それが許されなくなりました。はい、明らかにですね、明らか弱点がむき出しになってるんで、そこ打ちましょう。目ん玉だね。でそこに目ん玉が出てる。 OK、 これねちょっと距離取りながら戦いたいなけどね、結構狭いねこのステージ自体が。何しよう、まずい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 よ。大丈夫そう。 OK。 でこれマグナムさどうする。いやマグナム撃つか。おい、あこ、今渡れれそうな雰囲気醸し出してたやん。待て待て、突進攻撃突進攻撃突進攻撃突進とか突進攻撃突進とか突進突進とか突進突進こっち、こっち行きましょう。あーなんかなんかできそうだねこれ。いやだー、これ落とされて終わるとかないよね。すごい黙っちゃった今。ああいい、もういい、分かったよ。お前がそういうことするんだったらもうギミックなんか通過ってやんね、もう通過ってやんね。いいよお前もここでお前とも勝ち殴りしてやるからいいよ。だや来いや、ビビってんじゃねえや。はい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 、当たんない、当たんない、当たんない、バカがこいつ。たまに、あ、いって、ちょっと並列並列並列、あー嘘、バカじゃないお前は、なかなかやりおる男だ。行こう行こう行こう、はいはいはい、パミュパミュ、なんかわかんない、使おう使おう。え、いいだー、マジか、目ん玉出して、いやこれやるしかねえ。ここいいぜ、目ん玉出るか、目ん玉出た、目ん玉出た、ほら。でもう次、頼む頼む、ナイス、ラッキー、ちょちょちょ、こっちで戦った方が良さそうだな、広いもんね。で次もうこいつにダウン入れたらロケラン入れようか。いいぞ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 、こっち来い、いいぞ。はあ、さあ皆さん行きましょうか、私のバイオハザード4、これにて終了です。皆さんご視聴ありがとうございました。最高ロケットランチャー最強神アイテム、3万で買えんのなんて安すぎる俺の場合よボスほぼロケないやないかい。これでさ、ん？ Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is.そうよ、合衆国を救う唯一の鍵だぞ。あ、エイダだ、捕まったのももしかしたらエイダはわざとだったのかもしれないね。そういう寸法だっ
だったのかもしれない。Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Ada! If I were you, I'd get off this island too. そう。押すなよ。その通りだよ。Better get a move on. じゃあ、またね、レオン。いや、押さないでいただいてもよろしいでしょうか。ジェットスキーの鍵を手に入れた。緊急事態。はーい、急ぎましょうかね。とりあえず、このお金、かっけー、バカたけー金もらったんだけど。急ごう。このね、脱出、まあ、バイオと言ったらこの脱出ですよ。ねえ、これが一番難しい。一番難しいし、一番緊張するし、一番ひりつく。2分どこ行きゃいいんだこれ。急ごう急ごう、島が吹っ飛ぶぞお前。え、どういうこと。いや、行くしかねえんだよ。ひりつくぜ。敵出てくっかな。いや、出てこないね。いや、装備に行け。バイクの装備しよう。行くぜおい。敵が出てきてもマグナムで吹っ飛ばせばいい。アシュリー、お前はいつになったら一人でそこから降りれるようになる。はしごを使え。行くぞ行くぞ。いや、結局ロケラン最強だったな。なんて感想言うのはまだ早い。行こう。ジェットスキーの鍵、これ操作するとかあったっけ。どうだったっけ。さすがにないか。あったー。でんでんでれでれでんでんでれ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 。こっちだ。なんだ、新しいゲームじゃねえかよ。最後もちゃんと打たせてくれよ。正しい道を選べ。恐怖の森でもこういうのあったよな、最後。恐怖の森ってホラーゲームがあるです。いつか私もやりたいと思っております。え最後ぐらいかっこよく決めさせてくれよ。ふざけやがって行くしかねえ。行くぞ、走り、行くぞ、ゴー。さあ、こっからが本番です。いやね、いろんなね、レースゲームやってきました、俺。で、今ね、操作して分かりました。スピード出せるみたいです。スピードなんか止めるはずがないよね。いいよ、ガンガンスピードマックスで行こうぜ。ほらよ、ノンストップで行こうぜ。どうだ、あ、じゃあまだ崩壊してますよっていう演出ね。で、後ろから濁流が来ます。しっかり捕まってろ。ああ行くぜ、トップスピードだ。ふっ、大丈夫だ、アシュリー。ふっ、俺には見えてるぜ。1手、2手先、3手先。全てが俺には見えてる。ディディコングレーシング、チョコボーレーシング、なんだっけ、グランツリスモ。いろいろなレーシングゲーム、マリオカートやってきました。だから大丈夫。バイオ大好きなんだから、普通一回も死んじゃいけないんだよ。クリアしちゃうとキプレイだからね。よいしょ、いよいよ、爆発エフェクト出る。はいはいはい、慎重に行けばね、ある程度大丈夫。え、あ、追いつかれたってこと。シビアねー。やっべえ、これ一番ここが難しいかもしれない。もう一回サドラーと戦う方がまだマシかもしれんな、これ。さあ、結局ね、ノンストップで行かなきゃいけないってことが分かったわ、あの濁流のところ。だから、最後も俺壁にぶつかったんじゃなくて、加速を閉じちゃったから、死んだんだね、当たって。ちょっと、OK、いいよいよ。で、ここ突破して、こっち突破して、次だな。ここ右逸れて、ここ左逸れて、このまま左で行くか。で、右そのまま逸れて、右そのまま。よいよ、OK、OK、OK。行ったんちゃう？行ったか？はぁ？はぁ、脱出しました。え、アシュリー？え？嘘やん。あ、よかった、いたいた。ニコじゃない。さあ、帰りますか。
Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. まだ君を本国に送り届ける任務が残っている。ああ、遠足も一緒。お家に帰るまでが遠足ですからね。お、Sorry. お、残念だ。Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt that. まあ、レオン自体はエージェントですからね。あれ？もう聞いてどうする？なんだ、レオン気づけよお前。女がね、あの別の女とどういう関係なのって聞くときはね、一個しかないですから理由は。いやー、本当に。いや、バイオ4楽しかったなー。ガチ神ゲー。はい、ということで、バイオハザード4、実況終了となります。もう本当にね、新しくリメイク出てるからさ、リメイクの方もやろうかなと思ったんだけど、やっぱそのね、リメイクされてない初代の方が大体のゲームってやっぱ難しいからさ、楽しいかなと思って、今回初期の方やらせていただきました。いやー、もうね、なんだろう、この感じわかる？余韻っていうかさ、ゲームどんなゲームもそうだけどさ、クリアしてエンディング流れたらクソほど余韻浸れるじゃん。バイオってなんか俺わかんない、好きな理由の一個なんだけど、とんでもない余韻に浸れるんだよね。なんか特にレベル上げとかがないから、自分の腕だけで進んでいくわけじゃん。だからクリアした時の感動もでかいし、もちろんレベルゲーも楽しいけどね。やっぱ最高だ、神ゲーだよな。はい、ということでですね、バイオ4、今回にてエンディングを迎えることができました。ちょっとね、あの感想とかね、いろいろ喋りたいところなんですけど、あの大体のゲームをだからなんだ、バイオ4の流れを見てればわかるけど、死にすぎな俺まず死にすぎなでも1回どころじゃない、何回もプレイしてたんだよ昔。いや、ほんと死にすぎ、何十回と死んだからね。いや、半端ない数死にました。で、命中率が半端ないあと言い訳の話で、集中して黙っちゃう。あれはね、めちゃめちゃ勉強になりました。バイオ4やって、また実況者としてね、卵なので、今回のこれを生かして、次回のゲームにはね、もっともっと喋って、ね、楽しく実況をお届けできればなと思います。で、いつもね、日頃から見てくださってる皆様、ありがとうございます。本当に励みになってます。で、バイオから見始めてくださった方々、もう本当にありがとうございます。もちろんコメントをね、送ってくださってる方々、本当にありがとうございます。はい。ということで、無事クリアできたのも皆さんのおかげでございます。何度も何度も心が折れかけた僕ではございましたが、はい。本当に皆さんのおかげです。何度も言いますが、皆さんのおかげでございます。最後まで本当ご視聴ありがとうございました。で、こっからなんだけど、次のゲーム何やろうかなっていうところに入るんだけど、まあ、まだクリアしてないそのマドリカ不動産とかもあるんだけど、まあ、マドリカに関しては正直俺なんか一人でやっちゃってもいいかなと思ったんだけど、ちょメンバー、残りのメンバーが2人がいるんだけど、その2人を巻き込んでやろうってことで、まあ、あれは取れたら取ってこうっていう流れでやります。なんで次、バイオ、バイオ初代クリアして、バイオ2クリアして、バイオ3もやったんだもんね。やったもんね。やったね。バイオ3もやった。バイオ4今クリアしました。バイオ5はちょっと2人プレイで進めたいから、まあ、ちょっと宝とか入れてバイオ5取りたいっていうのと、バイオ6はもうね、クリス編クリアしてるからいいとして、まあ、レオン編もクリアしたし。ってなったら次何ある？7じゃね？バイオ7やるんじゃね？まあ、でもバイオやるか分かんない。一旦バイオちょっとやりすぎたかもしれないから。ね、アンダーテルやってほしいっていう声とかもあったからね。さあ、次のゲームは一体何になるんでしょうか？皆さん楽しみに待っていただけるとありがたいです。で、今回のね、動画にもコメント、ご評価バシバシ送ってくださるとありがたいです。はい。じゃあ、みんなエンディング迎えた。やったー。うん。じゃあ、バイバイ。おい？ And again, is that you? 何が？ほん、メガネは？え、お前本当にハニガン？ほん、ターゲットは無事解放した。うん、ありがとう。メガネを取ると、かわいいな。帰ったら電話番号知ってくれ。
なんだよ俺、色男なんだあれよ。泣けるぜ。ああ、名言で終わった。待って、なんかランクで最後出る。あ、やばい、みんな見ないで。ブラウザバックだ。携帯の人は今ここで終わらせるんだ。見るんじゃない、俺のリザルト。命中率 70%、 撃退数840体、死亡回数驚異の38回、クリア時間とんでもないですね、13時間です。はい、アップデートしません。お、本編のクリアデータから始めるとマチルダと無限ロケットランチャーが買えるようになった。じゃあセーブして、はい、セーブ回数50回です。これが最後のセーブで、じゃあ皆さんここで本当にお別れです。クリアゲーム。はい、じゃあバイバイ。